原版通詞の地図には、古城跡と書かれている、府中出張城は、秋国府中、現在の広島県府中町に存在した、日本の城である。出張の名前は近世になって名付けられたもので、古文書等では、府城、国府城、芸府城と記載されている。追記年代は定かではないが、大江年間頃に、千葉市の末裔である白石投手、白板根時によって築かれたとされる。 室町時代になると、白石は、その独立性を失い、秋国の秋武田氏に従属。秋武田氏の勢力が衰え、数王国の大大名、大内氏が影響を及ぼすようになると、大内氏に従属するようになった。また、その地理的な関係から水軍を重視し、二歩登場を中心に、その海域を通過する商船から通行量を徴収していた。 1555年の五福島の戦いに際しては、東司法に属して、毛利元成に抵抗したが、戦後、毛利氏に基準して、小早川高景の参加に入った。その後、出張城は毛利氏の勢力慎重により、その重要性を失っていったものと推測される。廃城年は不明。標高35メートルの丘の上に本丸を廃し、その周辺に、 館が存在したと思われるが、現在は畑や住宅地となっており、その構造を完全にうかがい知ることはできない。ありがとうございます。